どうもこんにちは、ジーンズショップ大和岡崎明大寺店の影山です。ミリタリージャケット紹介シリーズ第8弾ということで、今回ですね紹介させていただくのはですね、M51 モッツコートと呼ばれる、ミリタリージャケットになります。はい、いつも通りですね、概要、ディテール、着こなしの3編に分けてですね、紹介していきたいと思います。今日は概要編ということで、この M51 なんですけれども、アメリカ陸軍がですね、朝鮮戦争でですね実戦に投入したですねフィールドパーカーです。その名の通りですね、1951年にですね、採用されました。またこの M51、 先ほども言いましたけれどもモッツコートって呼ばれてるんですけれども、その名前の由来なんですけれども、1960年代ですね、当時イギリスでですね、若者に流行だったですねモッツスタイル、モッツカルチャーですね、に名前の由来があります。このモッツって言われるですね、若者たちはですねスーツをですね着用して、ウィングチップなどのですねボリュームのあるレザーシューツを履く、スタイルが多く見られます。でこのモッツたちがですね、クラブからクラブへですね移動するですね交通手段としてですね、ベスパをはじめとするですねこうスクーターでですね移動してたんですね。でその際にですねせっかく仕立てた美しいスーツがですね、汚れないようにですね、その時のですね米軍の払い下げのこういうミリタリーのウェアをその上から着用してたっていうのがですね起源の始まりのようです。はい、あとですねこの M51、ドラマやですね映画でたびたび登場します。特に有名なのはあの、踊る大捜査線シリーズのですね、織田裕二さんがですね演じる青島巡査が着用してたことですごく有名な、ミリタリーウェアになります。はい、概要はですね以上になります。次回はディテールの説明になります。365日ジーンズで遊ぼう、大和で遊ぼう、ご覧いただきましてありがとうございました。